雪島猫のメソウは、雪の下か猫のメソウ族の多年草。植物体は軟弱で、家計の分岐点と溶液を除いて無毛。4から6個の根室葉があり、ロゼット状につき、普通花時まで残る。花後に根室葉の脇から細長い地上性の草デーガを出して、その先にロゼットを作る。家計は高さ3から20センチメートルになり、単緑色か暗光色を帯びる。 形容は一体が耐性し、養親は長さ3から10ミリメートルになる線形で、基部はくさび型になって葉平に流れ、上縁には5から7個の微細な低挙紙がある。時に形容をつけないこともある。下記は4から6月。果樹を取り囲む法要は、卵形から円形で、幅4から10ミリメートル、先端は円形、基部はくさび型となり、円に不明瞭な低挙紙があり。 形容より大きい。花の小道は3から4ミリメートルで短い花柄がある。学列ペは4個で花時に平平形し、長さは1ミリメートルほどになり、乱形になり、色は黄緑色になる。花盤は単行緑色になり目立つ。花弁はない。湯水は8個あり、長さ0.8ミリメートルほどで花時に直立する。劣化直前の役は線王色。 またはお公職をしている。脂肪は貝。家中は2個あり、長さ約0.5ミ、mm、リメートルで、花時に直立する。果実は1日果てで2個の心側は、大きさが異なり、1日果てのくちばしは、社会する。種子は、卵円形で、長さ0.8から0.9ミ、mm、リメートル、縦に十数個の量がある。日本では、南千島、北海道、 本州の近畿地方以北の日本海側に分布し、山地の温帯林に覆われた沢沿いの陰湿地に生育する。国外では、サハリン、千島列島、カムチャツカ半島に分布する。和名、千島猫のメソウは、千島猫のメソウの意。種小名コンチャチカムは、カムチャツカノの,の意味。本州は、本州の福島県南部、関東地方、東海地方、四国。 九州に分布し、温帯林に覆われた沢沿いの陰湿地に生育する、岩猫の滅草、クライセスプレニウムイカイネスに似るが、同種と比べると、層で枝の先端につく葉はロゼットを作ること、葉や、包容の巨子が鋭くなく、不明瞭な低巨子であること、種子の量に、梱包状突起がないこと、花時に根室用が枯れないで残るでこと区別される。ありがとうございます。